はい、こんにちは、ヤマです。今回はドット医者、やっていこうと思います。ということで、行きましょうか。まずは箱から開けましょう。これは、あれか、選ぶやつか。ほい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 。これからね、いっぱいダイヤが、出てきてたんだけどね、今回は出なかったっすね。これも開けちゃいますか。ちょっと、どれ選べばいいかよくわかんないんですが、まあ適当にね、選んでいきましょう。ん？ちょっと待った、なんだ。これは？あ、ちょっと待って。ああ、ランダムなのか。はい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 。OK。とりあえずこんなもんかな。で、かけらくっつけまして、そして、さっきのやつでこれがね、どっか解放できますね。どうなんだろう、これ。2箇所ついてるけど、同じとこ集中した方がいいのかな。まあ、試しにここくっつけてみましょうか。ほい。さて、じゃあ、青眼ガチャ行きましょうかね。ここじゃないや。こっちかな？迷える子羊ちゃん。なんか切り替わったので、見てたんですが、まあ、クロスかテミス、とりあえずテミス使ってるからテミスにしてみましょうということでね。まあ、単発しか引かないんで、当たるとは思ってないけどね。はい、じゃあ、続いて、コラボの方、引いてみましょう。いけ！はい。そうしたら、あとは、まあ、この辺受け取って、ほい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 。あと一箇所ですね。まあ、明日かな。で、1ヶ月記念行きましょう。でね、なんか文字のやつ気づいてなくないっていう、コメントいただいて、まあ実際全然気づいてなかった。ここにね、なんか文字、収集する、文字収集ってとこ押すと、まあ文字報酬ね、これ交換できるよってやつだったんだね。今後ともよろしくと、やっぱり、この8文字みたいですね。俺は後ろばっかり出て、他が全然出ないっていう、状態だったんですが、まあ、ちょっと集めないといけないわけだよね。まだ、もうちょっとね、交換するにしても。まあ、とりあえず、今日もね、開いていきましょうか。いきます。はい、一発目こんな感じ。クーシーときましたね。ほい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 。まだ、もうちょっといけるかな。さあ、まあ、とりあえず60回で、一旦止めようと思ってるけど、何回引いたかな、今。あ、60回引きましたね。オッケー。そしたら、次どうすか。まあ、文字の方ちょっとチェックしてみると、あ、ここ行けるんだったら、これの交換はありなんだよね。まだね、一個も赤いやつ揃ってないので、これ5個交換できればかなり近づくんじゃないか？まあまだ、そんなにないけどね。今が足りないか。まあ、もう足りないね。ほい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 。まあまあまあ、ここもね、当たりは当たりなんだろうけど、そうだね。まあ、あとあれか、着せ替え、ピースみたいなやつか。そうね。じゃあ、あと4日ということなんで、まあ、4日分の、60はね、確保しておきたいから、240残して、残りちょっと開けちゃおっか。まあ、これね、その後もまだ手に入るとは思うんだけど、まあ、ミッションのね、60回開けるができなくなっちゃったりするともったいないと思うんで、まあ、一応、残り日数かける60だけ取っておこうかなと。ということで、まあ、ちょっとね、そこまで開けましょう。250切るまで、240台になるとこまで開け、お、1個行き過ぎちゃった。まあ、いっか。さあ、これでどれぐらい、手に入ったかなと、文字もう一回チェックしてみましょう。いくつか出てきてましたね。はい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 。よろしくの方は、ロが全然出ないな。で、今後ともの方も、今と、もが足りないっすね。そっか。まあ、一番上交換するのはちょっと厳しそうだから、やっぱこれをちょっと狙ってみたいかなというところですね。はい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 。これは？
ああ、ダイヤ入ってるよという感じか。なるほど、なるほど。で、文字のパックとかもあるのか。そういうことね。さて、まあ、じゃあ、もうちょっと様子見ようかな、これに関しては。で、記念商店行きましょう。ここで、あ、でも文字、カード、ランダム箱とかいうのもあるね。ここで文字を狙うこともできるわけだ。おー、そうですか。とりあえず、人参交換何と交換しよっか。まあ、星5の素材ね、各属性のやつあってもいいんだけど、光闇をね、ちょっとワンチャンでも狙うんだったら、一応これの方が可能性あるのかなという意味では、ここから変えましょうかね。あとは、まあ、そうだな。ここもちょっと交換できるだけしとこうか。今できる分で、11個変えれるからね。まあ今日この後引きましょう。とりあえずこれでいっか。はい、そしたら次は、占い行きましょう。お、星、星5の、ピース来たんで、まあ今回は引いてみましょうか。さあ、一発目、二発目、二発目で来ましたね。オッケー。残りは取っておきましょう。そして、太陽の方。こちらも入れ替えてバルキリーが来たら、引こうと思いましたが、来なかったんでスルーしましょう。こっちは無料の3回かな。1回、2回、3回。はい、10連はできないので、追撃はやめておきましょう。次はクジラですね。クジラも、10連できるだけこのカボチャみたいの溜まってるんで、とりあえず無料召喚した後に10連1回やりましょう。お、赤いの出たね。オッケー。さあ、そして10連。さあ、来い。なるほど、なるほど。とりあえずこんなもんかな。そしたら、一旦かけらくっつけるか。いけ。はい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 。ハドソンが。素材ですね。2回出ましたよと。ちなみに赤い召喚獣は、14、8、12、10、10、13ということで、まだね、全然足りないですね。一番多いやつで14か。このサンダーの色違いみたいなやつ。で、ここに30選べるやつがあるので、まあ、一応、まあ、一番ピース多いやつで、44実質あるという感じですね。そうか。まあ、ちょっとまだ遠いね。まあ、1個交換したとしても54かなというとこですね。そうか。はい、じゃあ勇者召喚行きましょう。とりあえず無料単発。まあ、星4出れば上出来か。そして、星の方も無料単発行きましょう。はい、ウッディ。で、友情いけるんだったら友情10連しましょうか。さあ、ほい。星、4以上が一体も出ずとは。で、次は、チケットで星と光やっていきましょう。光が42枚の星が、18枚ということなんで、まあ、10連40連でいきましょうかね。さあ、まずは星から、こちらは、まあ、はずですね。じゃあ本命40連いきますか。まあできれば、光闇がポロリとしてくれたら嬉しいんですが、まあそうでなくてもね、素材がある程度出てくれるならいいかなと。おー、ラファエル出る。まあ伝説ですね。まあせめてね、三属性でも神話っていうか、まあウィンターかイレイヤ以外だとちょっと今から育てるというのもちょっとなって思っちゃうから、まあその辺は出てくれるのが嬉しいんですが、まあ今回は素材だけでしたね。さあ、新運ガチャも一発いけるから引いてみましょう。はい、エドワード、こんなとこですね。次はじゃあ、あれ、勇者召喚、あー、星のやつ10枚溜まったのか。じゃあ引いちゃいましょう。はい、特に収穫なしと。で、一旦祭壇で一括解雇で星2か、解雇しまして、これで、
5160だからもうちょっとでジル交換できるんだよな。ちょっと今回は、星4をね、星5にして素材にするっていうのもあるけど、星3一回、分解してどこまでいけるか、まあでも150ずつか、ちょっと厳しいな。6000まで行きたいんだけどね。星4もちょっと分解するか、こんなにあってもっていう。星4一体って いくつなんだろう ?25 か。ってことは、4つで100でしょ?200、300。とりあえずこれで300か。あ、どうすか。ちょっと分解して、6000まで貯めてジル交換してもいい気がしてきたな。それなら。ただ、まあ先に種族召喚しようか。こっからね、ジルがポロッと出てくる可能性もゼロではないからね。ってことで、いけ。さあどうよ。全部かけら。あ、でも光闇の英霊出たのは悪くないか。なるほどね。ちょっと一回引き直しもやってみましょうか。まあ、ウィンターイレイヤ狙いで行ってみましょう。いけ!キャロライン。まあ、やめとこう。はい。そしてじゃあ、星4ね、かけらいっぱい出たんで、まあ、とりあえずこれは変えておきましょう。どうしようかな。今回ね、できればジルの強化をしたいなと思ってたんだけど、星空の下の全てはこれはちょっと攻撃力上げていきますか。さて、ジルはね、一応、いけないこともない。あ、でもここはちょっと嫌だね。どうしようかな。だから、一体だけ星6作って、残りをちょっと、ハドソンでもいいか。守るためにある。まあ、そうだね。この辺、使って、一応星6ね、一体作って、まあ、もうちょっとあれか、作っとくか。風とこの葉、花と雪。で、無縁のように思えるにしろ。ほい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 。どうしてだか。まあ、これで、ジルはね、本体さえ引けば星上げできそうですね。そうだね。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと今回で、ここをね、交換したいので、星4ちょっと、やっちゃいますか。まあこれがね、ちょっといいかどうかは、わかんないけど、ちょっと今回はね、レアドン高い勇者が選択されてます。分解しますか。まあ、星4ならいいでしょう。OK。あといくつ必要?あと、165あれば OK。これでいくつだ ?150。まあ、一旦ちょっと待って。これやって、5985だから、まあ、もう一体っすね。はい。いらっしゃいませ。OK。じゃあ、ジルを交換しましょう。そして、まあ、合成しましょう。OK。さあ、これで、星4に、星4というか、星9か。そなたが学ぶべきことできますね。OK、OK。これで行ってみよう。いけ。よーし。さあ、レベルもね、ちょっと上げられるとこまで上げときましょう。こんなとこかな?まだいける ?202 までしか上がんなかったね。OK、これで4体目の、星10もね、ちょっと見えてきたかな。まあ、次は本体2体プラス、星9、1体と、光闇のね、星6が必要なので、まあ、ちょっとやっぱり、全部まだ足りないなっていうとこですが、フレイヤーあれか、あ、違うな。何でもいいから星4だから、ここは結局素材にしにくいんだな。なんか、もったいない感じだもんね。
まあだから適当な星、9作るのはやっぱりこっちで、まあアリスとかで作るべきかな。どっちにしろジルあと2体ゲットするまでにまだ時間はかかるので、その間にねアリスとかくっつけて星9作って、それプラスね、光読みの星6、まあフレイヤとかこっちのやつ重なるのがベストかなとは思いますが、その辺を狙っていく感じですかね。もうちょっとで、4000K 超えそうかなというね、超えそうで超えない微妙な感じになってますが、まあ今回はねここまでにしておこうと思います。ということでね、終わります。ありがとうございました。以上。